り放浪記。とうとう、6泊7日レンタカーの旅だよ。お仕事激務のご主人様に、代わって、北海道リピーターのえなりが、計画を立てたよ。その結果、初日からご主人様は、不機嫌になってしまったぞ。では、1日目の走行計画、発表。女満別空港、美幌峠、屈斜路小砂湯、硫黄山、桜の滝、上の小池、浦間州、屈斜路原野ユース。出発。事前にご主人様から、人が多いところは避けたい。とうとうも景勝地は知らないから任せる。前半きつめでも、後半のんびりなら OK。とだけ、言われたの。それを忠実に守ったはずなのに、ご主人様は。出張の疲れと時差ボケがあるのに、こんなに走るのか。と、お怒りに。旅行直前の出張が誤算だったわけで。あははは。さらに、この天気が輪をかけて最悪ムードに。道の駅、見て、休憩してる場合じゃない感じになったぞ。あははは。峠を下ると、天気はマシになった。ご飯に誰かが掘った穴があるでしょ。温泉が湧いてるんだよ。自分で穴を掘らなくても、足湯があるのよ。屈指を、知らない世代もいるんだろうね。昭和の出来事だよ。ネッシーや屈指って、何だったのかな？いいねー。芋団子と、温泉で温められた、ゆで卵食べてみた。軽いランチ？の後は、硫黄山へと先を急ぐのだー。前方に見えるのは、霧なのか？煙なのか？煙がすごいけど、不思議なことに、硫黄臭くないよで。ソフトクリームは定番だが、えなりは クリーム童話は随分前に来たのよ。ジェラートをご主人様にも味わってほしくて。わあ、すごい。ご主人様はハスカップ、ヘーゼルナッツ、レモンライム、えなりは桜餅、シソ、ミルク。シソと桜餅は珍しくて、衝撃的だったのでチャレンジしたの。桜餅が激うまだったぞ。わあ、すごい。この光景を眺めていたら、中島みゆきの、ファイト、が、頭の中を駆け巡った。マスたちはオホーツク海から斜里川を遡上してきたんだね。
上の小池に向かう遊歩道の下を流れる川を見たら、桜マスがいたよ。桜の滝を遡上した桜マスとは違うみたい。オホーツク海からシャリ川、サッツル川、サッツル川、ハトイサッツル川を遡上してきた桜マスたち。鱗が剥がれ、骨まで見えてるよ。わあ。やっとたどり着いた安住の地では、縄張り争い、メスの奪い合い。試練はまだ続くのね。どの桜マスもお仕事を成し遂げられるようにと祈るばかりだわ。桜マスたちの壮絶なドラマを見たな。コバルトブルーの水の色が何とも神秘的だと、ご主人様感動してた。いいね。ご主人様が穏やかな気持ちになってよかった。浦間州展望台に向かう。果たして摩周湖は見えるのか。ワクワク。浦間州はオホーツク海からの天候の影響を、摩周湖第一、第三展望台は釧路湿原からの天候の影響を受けるんだって。浦間州の方が標高が低いこともあって湖面が見えやすいんだよ。ノームだけど、湖面が見えた。この対岸に第一展望台があるんだよ。一日目の目的地に到着。屈斜路原やユースゲストハウス、部屋と食事の様子をどうぞ。ご主人様、お疲れ様でした。屈斜路原やユースゲストハウスの詳しい内容は別動画を見てね。2日目は早朝に摩周湖展望台へ。そして、7日間の中で一番過酷な移動の日。ご主人様は激おこ、えなりに危機が迫る。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。